橋田須賀子ドラマ、渡る世間は、トゲばかり。チャラララララララ、ラン、ララーン。おい霊夢、危険な香りがするからその辺までにしておくんだ。スタートからいきなり鬼畜な感じのコースが来たね。いきなり地面もない状態で壁キックか。一マス壁キックプラス、トゲの当たり判定のせいでかなり難しいよ。難しいコースの時、お前って開幕で3回か4回くらいいつもやられてるよな。決して、わざとやられてるわけじゃないんだけどね。くるりんくるりんしながら壁キックして進んでいくよ。地獄に行ったな。はい、くるりんくるりんくるくるくるりん。変な掛け声はよくわからないが、とりあえず先に進めたな。そして勢い余って、激突しちゃいました。はい、戻ってきました。今度こそうまくやっていくよ。はい、ダメでした。結構高くジャンプしないといけないんだな。くるくるくるりんくるりんくる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 りん。うるさいぞ。マリサはそうやって文句ばっかり言うけどね。間をつなぐのって結構大変なんだよ。それは、わからなくはないが、メタ発言は控えめにしてくれよな。それじゃあ、この前みたいに、わーとか、じゃーって言ってた方がいいの。頼むから少しは真面目に実況してくれ。もう仕方ないなー。優しい霊夢さんでよかったねマリサ。この動画が終わったら、裏でボコボコにしてやるんだぜ。うん、何か言った？お前の実況を楽しみにしてくださってる方だって、少しはいらっしゃるんだから、頑張ろうぜ、って言ったんだぜ。私はいつも全力で頑張ってるよ。わーとか、ギャーって言ってる奴のどこが頑張ってるって言えるんだ。あ、ほら中間取ったよ。ちゃんと実況してよね、マリサ。なんだろう、このイラッとする気持ち。なんでもないところで、ちびマリオになっちゃったよ。初見だから仕方ないのかもしれないが、大きいままでいければ楽だったんだけどな。ノコギリが戻ってきた。危ない危ない。ぶつからないように、うまく進んでいかないとな。扉を開けたらすぐピースイッチ。急げ、急げ、急げ。死に急いだな。はい、くるりん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 パッパ、言っておくが、それ面白くもなんともないからな。今のとこ、下手に壁ジャンプするよりも、こうやって降りた方が楽だよ。珍しくまともな攻略情報だな。このノコギリ、レールの長さが左右違うからタイミングはずらしやすいよ。急げ、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 急げ。お前が死に急ぐのは分かってたんだぜ。はい、急げ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 。ちくわリフトをうまく落として、その上に乗るんだな。もしかしたら、全力ダッシュで行けばピースイッチの効果が切れる前に扉に入れるのかもね。なんだここ、壁キックで登るのか？壁キックの天才と言われたこの私にかかれば、楽勝だよ。ものすごく時間がかかってしまったので、早送りします。マリサ、もうダメ。どうしたんだ、天才さん、って。手が痛くてもうくるくるくるりんできません。仕方ない、少しだけ休憩だな。ほら、休憩終わりなんだぜ。早すぎでしょ。なんだ霊夢って。てか、痛いです。中間ポイントもあったし、休みたければ休んでもいいんだぜ。それじゃあちょっとお言葉に甘えさせていただきます。あの壁ジャンプのくるりんくるりん、やばかったね。うむ。二つ目の中間ポイントがあってよかったな。さすがに、あそこはもうやりたくないね。あ、また食らっちゃった。さっきもそうだったが、でかいマリオが嫌いなのかってくらい、お前よくダメージ食らってるよな。顔芸、オツ。
お、なんか流れが変わった。これはもしかしてゴールまで一直線なのかな？だから、そういうメタ的な発言はやめてくれって言ってるだろ。それにしても、渡る世間はトゲばかりっていうだけあって、本当にそこら中トゲだらけだな。もう、何回トゲにやられたのか、わからないね。カットしてるけど、多分30回くらいは死んでるんじゃないかな。おー、よーし、なんとか。なんとかクリアまでたどり着けたな。スタート地点の一マス壁キックが一番難しかったかな。幅広の壁ジャンプもきつかったけど、あそこはマリオがやられるわけではなかったからな。今回は9分かかっちゃったけど、実はこの後やり直して、3分でクリアしてるんだぜ。では、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。